エリアの下小学校の皆さん、本日は貝殻節と稲葉大杖を踊ってくださいます。それではスタンバイをお願いします。どうぞ大きな拍手でお迎えください。宮の下小学校稲葉の土佐踊りクラブの皆さんです。宮ノ下小学校笠踊りクラブでございます。今年は21名で活動してまいりましたが、今日は都合で19名によります、笠踊りご覧いただきたいと思います。まだまだ未熟ではございますが、練習を、力いっぱい踊りたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは最初に貝殻節です。なんの因果で貝殻こぎなろた。やんさのええよいやさのさっさ。浜村沖から貝殻目が招く。やんさのええよいやさのさっさ。続きまして稲葉大杖でございます。
吉原沈んでいい通う意地はあえ人ね忍んで阿弥陀さんにうちには三浦屋の小紫互いに色感を慣れなにむ思いの竹を尺八にその情け一夜きりとは言い語る店を散りし不快はまことか目黒に残せし記憶づか ありがとうございました。宮ノ下小学校の皆さんでした。それではリーダーの森田文夫さん、一番前で踊ってくれました。リーダーにお話を聞きたいと思います。さあ森田さん、お疲れ様でした。今の気持ちはどうだろう皆さんね、たくさん見てくださってましたよね。皆さんは、どういった方に教えてもらってこの笠踊りされてるんですか？地元の井口さんとかそういう方に教えられています。小学校にね、来てくださって教えてくださってるんですよね。そして森田さんはね、6年生として下級生にも指導もしていたっていうふうに聞いたんですけど、どういうふうに指導、どうだったですか、指導してきて。まあ飲み込みがあまり良くない時もあったし、いい時もあって、とても難しかったです。すごくね、下の子に教えるの難しかったんだっていうふうに先ほども舞台袖で言ってました。でもしっかり今日みんな踊ってくれたんじゃないですかね。どうでしたか？まあ、始めた時よりは上手くなっていたのでいいと思います。良かったです。そしてね、6年生ということで小学校の活動の集大成として今日このステージにね、立ってもらったと思うんだけれども、どんな思いで踊りましたか？最後だからもっとキレがあってかっこいい踊りになれるように頑張りました。そんな踊りができましたか？はい、はい、できてましたよね。皆さんかっこよかったですよね。はい、ありがとうございます。リーダーの森田文夫さんにお話を伺いました。では改めて宮ノ下小学校の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。宮ノ下小学校稲葉の笠踊りクラブの皆さんでした。入ってください。普段はですね、21名で活動しているということですが、そのうち今日は19名で出演してくださいました。宮ノ下小学校の皆さんでした。前の方でね、紫色の発表を着て踊ってくれたのが4年生
のね、児童の皆さんだと思います。はい、ここまで